ックマン、ドッグ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 マン、俺の女に手を出すな。はいわはいわはいわさいえ。しつこいよドッグマン。このレディーキャット様の邪魔立てをしたらっておい仕方がいい。俺は飯食いに来たんだよこの食堂に。飯？ああそれもたまたまじゃなくこの店で食いたくてわざわざ来たわけよ。聞いてないよそんなことは。だから話があるなら飯の後でな。お前に話なんかないね。じゃあ食ってくるわ。人間どもがどうなってもいいってのかい。分かりきったことは聞くなよ。俺は人類を守るためなら命がけで戦う。飯の後でな。さてはおじけづいたねドッグマン。何を。俺はおじけづいたなんかいねえや。もちろん産気づいてもいねえ。何言ってんだこの犬。腹ペコヒーローみたいなキャラ作りと見せかけてまんまとずらかろうって魂胆なんだろうが。全部お見通しだよ。言わせておけや好きなことを。俺は腹ペコなんかじゃねえ。本当は飯なんかどうだっていいんだよ。本音が出たね。これでどうだい。あ、お前の目当てはこの娘だろう。この猫、俺の彼女をどうするつもりだ。おや、ちょっと俺の彼女とか言ってるけど。まあそうだよね。お前なんかの彼女じゃねえやって言ってるよ。え、そんな言い方してない。でも意味としてはそういうことだろう。1000% 可能性はないって言ってるよ。きっやっぱり諦めるんだね。お前が怖いから話を合わせてるに決まってるだろう。そうなのかい。私よりもむしろ怖いのはお前だってさ。わかった。お前の気遣いだよ。気遣い。今彼女が俺に惚れてるって本当のことを言ったらお前の立場がねえだろう。別に。ともかくな、彼女は本当の気持ちがなかなか言えない人なんだよ。ん、何。なんていじらしい。さすが俺の彼女。吐き気がするってさ。うん、強烈な俺の個性にしびれちまったんだよ。フグの毒みたいにな。俺の正しい食べ方を彼女にじっくりレクチャーしてやるぜ。だいたいイケメンなんてのは三日抱きしまうんだよ。ヒーローは顔じゃねえ。これだよ。ん、まあそうだよね。低所得どころか無収入なんて絶対ありえないってよ。愛なんてもんは生きてこそだ。生きるためには食べなきゃならない。食べるのには金がかかる。つまり金がなければ愛は生まれないってことさ。不況だ不況だって騒いでるけどちゃんと稼げないのは能力がないことの現れの、つまり因果応報なんだよ。分かったか、この無能の無芸の無知の無駄な生き物め。うだってよ。えらい言われようだね。俺は人類を守る正義のヒーローなんだ。ヒーローが働いてお金を稼ぐなんて聞いたことあるか。そういう生活だの現実だのってもんはこっちとは完全に超越してるんだよ。それがヒーローなんだ。だから俺は働く必要なんてない。金なんか稼がなくても愛は生まれるんだよ。ほうほう、ふっふっ。あ、はい、何でもやります。We now, we 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 now,